ZIP ラインジップラインとは、掛け渡されたワイヤーロープを滑車にて滑り降りる遊びである。フライングフォックスとも言う。スタート地点とゴール地点の間に貼られたワイヤーロープを1コースと40コース程度用意している施設が多い。予約制で1人のインストラクター20人ほどの参加者で1パーティーとして各コースを回る。必要な装備はヘルメット、グローブ、 プーリーだが、基本的に、クローブ以外は、無料で貸し出してくれる。大人でも子供でも楽しめるが、体重制限を規定している施設も多い。これは、体重が軽すぎると着地点まで到達せず停止して、しまったり、逆に重すぎると加速がつきすぎたり、設備に負荷がかかりすぎるためである。ロープを使用して人間が移動する様子は、紀元前250年の中国河南の毛筆の絵に、 見られる中国では、ため策と呼ばれ、インドや中国などの険しい山岳部やサルイン川など、川を渡ったり物資を輸送する手段として、何千年もの間使用された。主に落下と衝突事故が起きる。1997から2012年でのアメリカでの事故件数は、推定16,850件起きており、11.7%の患者は入院を必要とした。 公式に数えられた事故数はないが2006年から2017年までにアメリカにおいて12件以上の死亡事故が報告されている。ありがとうございます。